俺ら3年前に太もも芸でバーッとこうちょっとテレビ出させてもらって、はいはいはい、太もももものまねっていうので、ね、それやり始めた時、うん、俺体硬かった。そんな別に、おうおう、人並みというかそのちょい、まあやばくはないけど、まあ普通ぐらいの、うん、まあまあ野球やってたしね。でその日からもう毎日お風呂上がりにこう、うん、こうね、足を広げるだけ、うん、だから今日これぐらいだったら、はい、明日これぐらい、はい、明日これぐらいになる、はいはい、だから毎日この足を広げるだけを毎日続けて、うんうん、ちょっとこういろんな体勢を取れるように鍛えていこうみたいな、うんうんうん、いろんな体勢でやるし、そうそうそう、うん、でどん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 毎日やり続けた結果よ、うんうん、最初これぐらいだったわけよ。今どれぐらいだと思う？え、これぐらいやったのが自分おっくんでどれぐらいいく今、その普通になんか開脚みたいな感じで足広げて、ああまあ結構これでもやばい方だ、うん、これをね毎日毎日やり続けて結果よ、うん、見せますね。なんや硬かった僕が、うん、ちょっと刺激的かもしれないですけど、刺激的ここまで今できてますからね。うわすごっ。いやってこっち、いやこれごめん、このすごいねんけど、このあのふんだしのこの感じがすごいやろ、おもろすぎて、両方の椅子と椅子に足を置いて言ったら、すごい、すごい体勢じゃないこれ。もうバキのね、あのあれみたいな、うわ裕次郎、半間裕次郎、半間裕次郎やん。でもここまでなったんや、すごっ。毎日やり続けた結果、しかも痛くないやん、痛くない、もう全然もう余裕、もう Y 字バランスもすぐできるもん、こんなすごっ。なんかやっぱり続けるって大事、毎日。